3分しかないのか。まあでも忙しい朝って実際そんなもんだし。よし頑張るぞ、行きます。 Why hello? Yeah? Bonjour. My name is ノエルだ。みんな久しぶり、ようこそ3分ビューティーの時間へ。今日は3分ビューティーにふさわしい企画、3分でメイクできるのかっていうのに挑戦したいんだけど、できるかな。いや結構メイクの速さは自信あるけど、っていうのもそんなにがっつりメイクするわけじゃないし、基本下地塗ってパパッとシェーディングとかハイライトとかして、で眉毛描いて余裕があれば他いろいろやるって感じだから、まあそれをキュキュッと3分に詰め込んで今日は皆様にお見せしたいと思います。 I hope you guys will enjoy. So let's get started. では使おうと思ってるアイテムたちはこちら。セザンヌ皮脂テカリ防止下地ライトブルー、キャンメイクのシェーディングパウダー04、セザンヌプログロウハイライト01、ケイトデザイニングアイブラウライトブラウン系。というわけで基本的にプチプラ中心なんだけど、あえて3分メイクする前に使うアイテム宣言しとくことで自分にプレッシャーを与える作戦。まあまあお任せあれ。早速測るよ、よーい、スタート。じゃあまず下地だよね。なんか基本的にファンデーションとか余裕があれば使いたいけど、ここでは下地中心で、もうこれだけでいっちゃうよ、パパッと。あんまり時間優先なので解説とかできないけど、本来であれば優しく点々点って感じで肌に塗るのが理想的ですが、ちょっと今日だけ許して。でこれで塗ってって、どうだろう。濡れたんじゃないかな、いい感じに。でちょっと首の方にもシェーディングしたいから、若干こっちの方まで下地を塗り広げて、よし、あんまり下地に時間使ってられないな。お、すでに1分経って。じゃあシェーディングいきます。パウダー取ってフェイスラインだ。で結構ね、首のこの下の部分まで行くようにしてるんだよ。なんて言うんだろう、輪郭の影というか顎のこの影に沿ってやってあげると顔がシャープに見えます。そうすると、でこことか、あと鼻筋、普段こんな雑じゃなくてもっと丁寧だから、ちょっとシェーディング OK で、ハイライトは顎だね。顎とこのちょん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 、鼻と目の下あたりにささっと入れて、急げ急げ、なんであと何分、あと41秒、やばいやばいやばい。でさっさっさってやって、パウダーだけで眉毛仕上げたいから、髪に対してなんかさ、眉毛が若干黒っぽいから、それをこうカバーするというか。ちなみにこのブラシはダイソーで売ってた、すごい使いやすい、付属のものがちっちゃいから、これでパパッとやって、で最後にメイクキープミストで落ちないようにシュシュッてやって、3分、イエス。あ、やった、閉まってた、ちょっと待って、終わりました、無事。ふぅ、焦るね。え、どう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 かな。うん、あ、いい、自然、いいんじゃない。パパッと詰め込んだけど、まあ、ほんと最低限で、基本この下地だけである程度肌綺麗に見せてくれる効果もあるし、 UV 効果じゃあるみたいだし、でこのフェイスラインシュッとさせるシェーディングと、でハイライトで若干ツヤというか、ここ反射するようにして、鼻筋もシュッとして、
で、眉毛が、わかるかな？なんかね、自然な感じに。パウダーだけでやると、なんかふんわり仕上がる。で、一応さ、なんか、ペンシルとか持ってるんだけど、なんか、結構しっかり生えてる方だから、眉毛が、僕は。最近はもうペンシル使わずに、で、どうしてもさらに明るくしたいって時だけ色、マスカラ塗ったりはするけど、別にこれでも、うん。違和感ないね。って感じで、最後のこのメイキープミストやっぱ、最近マスクしてさ、外出る時とか、これつけてると、やっぱりメイク崩れにくくなるし、いいかなって感じで。ふぅ、よし。企画は無事達成ということで。ありがとう。まあ、せかせかした感じだったけど、今度はもっと落ち着いてね、一個一個解説しつつ、もっとこう、いろんな工程を増やして丁寧にメイクするっていうのも紹介できればと思うので、あくまでその3分ビューティーっていう名前に沿って、こんな企画どうかなと思って検索したら結構すでにやられてるパターンが多くて、あ、やってみようと思って挑戦した次第です。So, I think this is it for today. Thanks for watching. I hope you guys enjoyed. And if you did, 面白かったら高評価、あとコメントもぜひぜひコメントしてください。もうリクエストでも感想でも何でも嬉しいです。あと、まだチャンネル登録してない方はぜひそちらもお願いします。というわけで、See you in the next video. アビアント。